流しましょうかね。ちょっと少しだけ。はい。あとちょっとツイキャスが止まっちゃってたので、ちょっとカレンちゃん動画をちょっと流していただいて、最後。これはあれですね、音が出ないと。あ、私たちだけなんですよ、聞こえてないの。ね、あのズームだとね、ちょっと聞こえないんですけど、あの、皆さんには聞こえておりますので、ご安心ください。そうなんですよ。うん、まあ、これは物語をもとにイメージして、こう遊びでちょっとデモテープで音を入れただけのものなんですけども、うんうん、なんかプロの人がね、音楽家とかなんだよこれはってなっちゃうだろうけど、うん、そういうの置いといて、そう、うん、ゆくゆくね、こうアニメーションになったりとかしたらね、こういう音楽も ねこう生きてくるだろうし、楽しみです。なんかプロの人にね、あの、うん、ちゃんと編集とか、ね、アレンジメントしてもらってね、となるとちゃんとしたものになりますよね。イメージだけ作って、ね、2026年を目標にね。いいです、ね、あの、本当はね、うん、2024年のわけだったんですよ。あ、なるほど。コロナになっちゃって、いろんなのがこう、はい、タイミングがずれちゃって、うん、で、まあ2026年落ち着くかなと思って。うん、なるほど。今日はもう、こ、はい、じゃあ、どんな感じなんでね、あの、していただいて、最後に、はい、ワクさんに。はい、コーナーを締めていただこうかなと、うさちゃん。すいません、いつも申し訳ないです。いえいえいえ。今日はね、うさちゃんとね、猫でね、アニマルで。じゃあ、こう、ワクワクハッピーでね。はい、締めましょうか。じゃあ、どうもありがとうございました。じゃあ、ワクワク。ハッピー。バイバーイ。はい、今月もありがとうございました。一旦、はい、CM にこのまま入らせていただきますね。では退出でよろしく、はい、退出しますね、はい、ありがとうございます。すいません、押しちゃった。はい、お、ツイキャス画面が私アップになって、ちょっと今自分で驚いておりますが、たくさんコメントありがとうございます。ちょっと遡っていこう、読めなかったから。お、お、カレンちゃんかわいい。すごい。え、それなんかアニメのやつ？アニメのキャラ？すごい。すごい。目から血出てるやん。そうなんですよ。流しました。はい、石ころさん、何かを仕留めた、食した後の猫だな。私ね。あ、確かにね。確かに、ここから血出てるからね。なんか食べた後ね。にゃんぽーさんも、こんにちは。にゃんきちだから猫。猫。ここです。耳がね、消えたり、ついたりしますが。はい。俺はうさぎ年ですけど。うさぎ年なんです。おー。ひでき。かねこさんもコメントありがとうございます。ちもさぎだ。キャツバル兄さんは秋葉原から、こんばんはでち。うん。秋葉原におられるんですね。タミーさんもコメントありがとうございます。こんにちは。ヤンキチさんは、あ、エンタメメール送信済みですとのことなので、後でカレンちゃんに読んでもらいます。スターワールドチャンネル。はーい。いや、今日は黒猫をイメージしてるので、にゃんにゃんでにゃんにゃんでいけないと恥ずかしい。アニマルっぽいことを言ってカレンちゃんをキュンキュンさせてねっていうね、無茶ぶりをね、ギリギリに見ちゃったんで。間に合いました。どうしようかと思って。はい、右腕ゴリラさん、仮装しても二人とも怖さじゃなく可愛いですなという、ありがたいコメント、ありがとうございます。
お、石ころさんからも、ほほー、笑いという。にゃんということとね、たかぼさん、うまいことまとめてくださって、ありがとうございます。いやね、なんか家にあるものでしようと思って、こう、なんで猫の耳が家にあるんだというね。確かに。結構あるんですよ、なんかね。これもあるし、猫。これもあるし。すごい。どこで手に入れたんですか？私、ガクトさんが好きで、ライブに行くんですけど、その時、はい、猫耳をつけるっていうグッズの中に入っていて、で、毎回、そう、猫の耳を買うんですけど、それで増えていくという。そうだったんですね。そうなんです。あ、そうだと思って、ちょうどいいやんと思って。使い道がね、そのライブ以外ね、なかなか普段ね、つけることないから、うん、これだ。確かに。すごい、いい形の耳だから。そう。いいですね。ダイソーと違います、全然。そう、なんかしっかりしてるんで。でね、オレンジだったらもうね、裏、後ろとね、もう溶け込んじゃうと思ったんで、確かに。危ない、危ない。危なかったんですけど。右腕ゴリラさん、私生活でも使えそうとね、使えることはない。使うことはないですね。ちょっと買い物行くときでね、これつけて歩いてたら、ちょっとすっごい目で見られそうなんでね。あ、ヨンキティさんもマリス時代から何度もライブは行ってますよと。お、本当ですか。羨ましい。マリス時代はね、なかなかね、まだ詳しくなくて、ソロになられてからなので、先輩ですね、ヨンキティさん。でもカレンちゃんいい感じですね、もう。ありがとうございます。仮装。なんか最初制服だけ持ってなんか買ってて、友達とお揃いで、うんうん、だけどなんかコンセプトがある方がいいのかなって、なんか FM ギノワンのハロウィンウィークを見て、ちょっと急いでカチューシャ買って、トミエっていうなるほどホラー漫画の無理やりなんですけど無理やり寄せていった。誰もバレなかったです。普通にただの JK みたいになっちゃっていや、なんかあ、なんかのアニメのキャラクターなんかなと思って、すごい嬉しかったです。言われた時ありがとうございます。優しい。すごい。目からね。それは何で？血のり？ダイソーの血のりで垂らしてしました。すごい。そうなんですよ。なんか悪いよ。また運転するので撮ります。ちょっと。なんかやばいよね。危ないかなって。危ないよね。絶対止められる。そうなんですよ。だから。目から血が。目から血が出てますよ、言うて。です。はい、ヤンキチさんからね、エンタメメールが届いてるとのことなので、はい、カリンちゃんに呼んでいただこうかな。はい、リオちゃん、エリちゃん、カレンちゃん、こんばんにゃ、ヤンキチです。本日の映画紹介ですね。はい、映画紹介。題名が、なんちゃって家族、2014年のコメディ映画。麻薬密輸のため集まった偽家族が繰り広げる騒動を描いたドタバタコメディですと。はい、ね、題名のところがね、はい、あの声がふや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 ってなって、私のズームだけかな。本当ですか。危ない。今全然大丈夫なんですけど。本当ですか。よかったです、うん。だけもう一度いただけますか。なんちゃって家族、なんちゃって家族です。なんちゃって家族、はい、っていうコメディ映画になっていまして、麻薬密輸のため集まった偽家族が繰り広げる騒動を描いたドタバタコメディです、うん。ドタバタコメディ、うん、面白そう。本当ですね、初めて聞きました、うん、初めて聞いた。後でちょっと調べてみよう、うん、ですね。あと沖縄大好きさんからもメッセージが来てるので読ませていただきます、うん。映画ですか。あ、映画じゃないのでこの後あ、読みこの後にしましょうかね。はい、お願いします。はい、じゃあヤンキチさん、いつも映画紹介ありがとうございます。はい、ではね、テーマ行きたいなと思いますが、どうしようかなと思って、なんか誘惑、うん、なんかこういう誘惑にすぐ負けちゃいますだったり、うん、こういう誘惑には勝てるよとか、なんかいろんなね、皆さんの誘惑エピソードを聞かせていただけたら嬉しいなと
思っております。はい。じゃあ先メール紹介しちゃいましょうか。そうですね。でも木野大輔さんのメールのが仮想のちょっと報告みたいな感じだったので、うん、なるほど。ちょっと一旦でも読ませていただきます。はい、お願いします。ラジオネーム沖縄大好き、リオちゃん、エリちゃん、カレンちゃん、お疲れ様っす、うん、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。ハロウィンウィーク、今年2人はどんな仮装をしているのか楽しみです。僕は今年僕も今年はリスナー参加枠で龍神マブヤーを仮装しましたと画像もいただいてまして、なるほど、手作りで多分色も全部作ってはったんですよね。なんかすごい、なんか先週ね、あの今作ってますっていうね、コメント来てたんで、すごい作りっていうのがすごいですね。すごいですね、全身タイツみたいな感じがします。でもその上に貼ってみたいな、龍神マブヤーになってます。すごい、ありがとうございます。沖縄大好きさん、報告を。コメント来てるの、カレンちゃんインスタバズってますよというコメント来てますよ、ゆきちさんから。ありがとうございます。急に嬉しいです、ありがとうございます。タカボさんからも誘惑のメールを送れましたよ。リオさん、よだれに注意、どんな内容なんだろうか。ちょっと待ってくださいね、タカボさんのメールが、はい、誘惑ね、誘惑。なんか今日見たんですけど、なんか途中でちょっともしかしたら消えちゃったかもしれなく、うん、あ、なかったです、はい、ちょっと待って、はい、あもう一度もし送れる場合はちょっと送ってタカボさん、もう一度送れるならば送っていただけますと助かります。よろしくお願いします。来たらすぐ言います。はい、はい、お願いします。誘惑、どういう誘惑に負けちゃいますか、カレン。あー、誘惑でももう食べ物はほとんど全部負けます。私は仲間一緒だ。なんかあの新商品とかって書いてたら、なんかそんな買うつもりないのに、ちょっと買ってみとこうかなとかいう誘惑っていうのかな。もう結構、うん、負けちゃうかもしれない。なんか、なんて言うんだろう、うん、銀だことかもやっぱ絶対に、うん、なんて言うんですかね、この明太チーズのとか、うん、絶対レベルアップしてるのとかあるじゃないですか。鬼滅の刃で絶対に妥協しないで、ね、もうちゃんと買いましたね。あんまり大きな話じゃないんですけどすごい短い。確かにね、期間限定とかってね書かれると、もう次来たらないかもしれんからというね。そうなんですよ。だから、あ、右腕ゴリラさんは安いよ安いよというね、値段の安さは確かにね。安いよ安いよ、確かに。なんか遠くの方からね聞こえてきたら、ちょっととりあえず見に行ってみようか見に行って考えようかとかね。やっぱ大阪とかだと結構ね安売り結構してるんで。そうなんですね。そういう、あ、普段の値段の半分やんとかなったら、やっぱそういう、もうないかもしれんと思ってね、買っちゃうのはあるかもしれん。ヤンキチさんは、誘惑、グレーの曲しか浮かばん。確かにね。私もね。なるほど。私も最初、グレーさんの曲しか、曲がポンって浮かびました。タカボさんからメールメッセージが来ました。ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。読ませていただきます。ラジオネームタカボです。今日知り合いの紹介で、とあるレストランに来ています。ハロウィンランチを堪能しました。お値段は少々張りますが、季節ものなので、たまには。詳しくは写真を見てくださいって、すごいたくさんデザートやら、すごいおしゃれな、おしゃれなお店に来て、ロールケーキとかチョコレートとかの食べて、もうめっちゃ美味しそうです。うん、コース、あ、もしかしたら、なんだろう。あ、でもすごい、なんかおしゃれなやつだから多分コースだと思います。わーお、ハロウィンランチ。すごい。いい休日の過ごし方されてますね。本当ですね。羨ましい。わー、イタリア。コースって来てますね。あらら。いや、お値段めっちゃ気になる。でもね、まあランチだからね、
これをね、夜行ったら2倍ぐらいの値段になるんでね。本当ですね。危ない危ない。はい、沖縄大好きさんも、こんちくわというコメントありがとうございます。あ、でも本当にハロウィン満喫されてますね、高保さんは。ハロウィンランチを食べられたっていうことは。もう私は今、この姿がもうハロウィン満喫かなっていう。でも確かにそうですよね。なかなかしないですよ ね、 なかなかね。しないから。誘惑に勝てること、勝てること誘惑、どんな。誘惑、どんな誘惑。ああ、でも遊ぼうって誘われたりとかですかね。この試験が近かったり、何か期日が近く。なるほどね。うん、あ、でも確かに、でもそれは試験によりま難しい、断れる、れる勇気があるかどうかみたいなね。ありますか、リオさんは。いや、遊んじゃうな。いや、そうですよね。そして何も勉強しないで、そう、一日を終えて、この時間からやればいいやみたいな、例えば夜中ですよね。でも大体9時ぐらいからやればいいやっていうのが1時間ずつ伸びていってた。で、わかりますみたいな、夜中やん、もうもう寝なあかんわみたいな。一回その徹夜でテスト受けて全部忘れたことがあったから、お本当に頭真っ白になったことがあったから、徹夜はしたらあかんっていう、もう自分の中ルール、ルールがあって。危険ですよね、徹夜は。すごい。でも、そう、でも前もって勉強できひんから、こう1時間ずつ後でやればいい、後でやればいいやっていう感じになるんで、そのいう遊ぼうとかの誘惑には勝てないかもしれない。とりあえず遊んでから2倍頑張ればいいかみたいな。わかります。勝った自分に任せちゃうから負けますね。ね、確かに。ヤンキチさん、閉店セールには弱い、しかし年中閉店セールしとる、やられた。 ありますよね。ありますよね、たまに。確かに。ずっと開いてないか、ここみたいなね。確かに閉店セールね、絶対とりあえず寄ってみようってなるかもしれない。あ、沖縄大好きさん、嬉しいコメントが。あら、かわいい猫ちゃんがいると思ったら、ゆうちゃん。ゆうにゃん、かわいいと。ね、こう読むのちょっと若干恥ずかしかったですけども。すいません、私が。ちょっとニヤニヤしながら、ニヤニヤしながら読んじゃったけど。え、でもこの掛け声がいいなと思って、さっきからずっと心の中で読んでたんですよ。このリオ、ニャン、リオ、ニャンってやつが。すごい、ファンがいる。いいですね、かわいい。猫耳効果が。ありがとうございます。アレンちゃん。の画像もまた良き、良き良き、綺麗。でもって、ホラー演出もなかなか。ね、若干、よく見るとね、二人とも若干ホラーですからね。現実だったら結構痛々しい。血出てるし、でこけがしてるし、みたいな。石黒さんの誘惑。誘惑不全戦全敗だって誘惑には勝てないということですね。眠気のね、眠気の誘惑には負けたんだなとね。確かにね、眠気のあれだけには負けますね。確かに確かに。と言っていたらあっという間にお時間なので、一旦 CM に入っておきたいと思います。はい、 CM 入りました。はい、ガチャガチャの誘惑には負けますね。でも UFO キャッチャーの誘惑には勝てます。なるほどね。すごい。今ね、ガチャガチャ本当にレベルがすごいですからね。もうちょっと飾ってるのも。うん、確かに。チコロさん、CM 明けはカメラ目線で。リオニャンだよ、エサオニャンだよとアイドルに負けない具合でよろしくねとね。恐ろしいコメント来てますけど、もう私ね、あのもうすぐ33になるんですよ。もうすぐね、12月になると、
リオニャン。なんか難しいですね。勢いに任せた方がいい。なんかいいリオニャン。負けない具合。ちょっと猫にしたミスったな。みんなが望んでるのが。そうやね。大丈夫。勢いやさあとね。てるね、全然問題ないです。勢いでリオさんは何も勢いでね、勢いでちょっと変な汗が、そうね、ハロウィンだしね、そうねなるほどね、なるほど、うん、なんか励ましのコメントがいっぱい来るから、これはちょっとやらなあかん流れになってないか励ましでしょうね。おー、このタイミングでね、エリちゃんぴょこっと入ってきてくれたら一番良かったんやけどな。いや、また数十秒なので危ない。そうそら、あんたやらなあかんやろ。スターワールドチャンネル。リオニャンがニャン餌ちょうだい。ニャン。はい。ということで、最後はクイズをして今週も終わりたいなと。思いますにゃということで、早速第1問目からいきたいと思います。今日ね、なんか群馬県民の日らしいので、ちょっと群馬県クイズを先に出そうかなと思いますが、群馬県の方言でおつくべの意味は何でしょう。発音は合ってるかは知らないですけども、群馬県の方言でおつくべの意味は何でしょう。ちょっと見えるかな。1番、あ、映像が1番あぐら、2番正座、3番体育座り。はい、群馬県の方言でおつくべの意味は何でしょうか。1番あぐら、2番正座、3番体育座り。カレンちゃんは2番。はい、あ、1番が多い。ミジーデゴリラさん、タカボさん1番、ヤンケチさん2番、ダミーさん1番。おう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 、1、2、3は誰もいないんですね。沖縄大好きさんは4番、俺様座り。どんな座り方なんだろうか。ムサイさん1番。ということで、正解いきたいと思いますが、正解は、カレンちゃん正解2番の星座みたいです。おつくべ。ね、星座、不思議な方言ですが、2問目も群馬県のクイズで、群馬県の郷土料理、ひもかわうどんの麺の特徴として正しいものはどれでしょう。ひもかわうどんの麺の特徴として正しいものはどれでしょうか。1番、太い。2番、細い。3番、縮れている。ひもかわうどんの麺の特徴として正しいものはどれでしょう。1番太い、2番細い、3番縮れている。かれんちゃん1番、はい、ヤンキチさんも1番、タミさん2番、タカボさん3番、右腕ゴリラさん2番。分かれてますね。シコロさん勢いどんな麺ですかそれは。恐ろしい麺じゃないですか。はい、では正解いきたいと思いますが、正解は1番。はい、1番の太いです。ね、ひもかわって言ってるから細いよね。皆さん選ばれるかなとかと思ってたんですけど、ひもかわうどんは幅広で太い麺が特徴な群馬県桐生市地方で有名な郷土料理だそうです。じゃあ最後、3問目いきたいと思います。ハロウィンなのでね、せっかくなのでハロウィンクイズで。ハロウィンが日本で初めてイベントとして登場した場所はどこでしょうか。ハロウィンが日本で初めてイベントとして登場した場所はどこでしょう。1番渋谷センター街、2番原宿キティランド、3番ディズニーランド。
ハロウィンが日本で初めてイベントとして登場した場所はどこでしょうか。1番渋谷センター街、2番原宿キディランド、3番ディズニーランド。カレンちゃんは3番、はい、タミさん1番、タカボさん2番、シコロさんスターワールドチャンネル最近だなサシさんは2番。はい、では正解いっちゃいましょうかね。いい感じに皆さんバラバラに選んでいただきありがとうございますはい、では正解は2番の原宿キティランドで、日本で初めて原宿のキティランドにてハロウィンパンプキンパレードで仮装をして原宿表参道をパレードしたそうです。なんかね、渋谷のイメージが多いですが、はい、そんな感じで今週のクイズもおしまいということで、はい、ハロウィンウィークもしっかり参加できたので楽しかったですこの顔では外には出れないので、すぐに顔を落としたいと思っております。来週も土曜日5時からのスターワールドチャンネルをよろしくお願いします。では皆さん、また来週、ほんま、おおきに。